皆さんこんにちは、こんばんは。今回はアルファ6600用に木製のコールドシュープレートを作ってみたいと思います。アルファ6600は最近流行りのバリアングル液晶ではなくチルト液晶が使われています。チルト液晶はレンズの中心軸に液晶画面が来るので写しやすいです。しかし俯瞰撮影や自撮りの時にビデオライトやマイクをカメラ集に取り付けると正面から液晶画面が見えなくなってしまいます。そこでコールドシュープレートを作ってビデオライトやマイクを横にずらして取り付けられるようにすればカメラ正面からも液晶を見ることができます。それではコールドシュープレートを作るために揃えたものを紹介したいと思います。まずホームセンターで購入した4分の1インチネジのボルトです。カメラ用のネジの規格はほとんどの場合この4分の1インチネジが使われています。100円程度で5本入手できました。次にローズウッドです。もちろんローズウッドでなくても構いませんが今回は剛性と強度を保つためにローズウッドを使用しました。主に用意したのはこの2つだけです。ローズウッドは厚さ5ミリの板を 21×123mm に切断しました。それでは作っていきましょう。まず両サイドにボルトを通すための穴を開けます。4分の1インチは 6.35mm ですから 6mm のドリルで穴を開けます。必要に応じて後でリーマーで広げます。3mm のドリルで下穴を開けておきます。6ミリのドリルで貫通しないように穴を開けます。次に反対側から穴を開けます。このように両サイドから穴を開けることによって木割れを防ぎ綺麗な穴を開けることができます。サンダーで面取りをして仕上げます。ボルトを取り付けます。カメラ集に取り付ける部分はボルトの頭を平らにして以前 3D プリンターで作ったものを接着剤で貼り付けました。同様に六角の頭のままでは回しにくいので手で回せるようにノブを取り付けました。こんな感じになりました。
カメラに取り付けてみましょう。これで正面からでも液晶画面は全く隠れなくなりました。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。